朝鮮統一問題の進展を望んで朝鮮民主主義人民共和国が首都平壌に建設した祖国統一三大憲章記念塔。朝鮮統一問題は朝鮮が大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国の分断国家になっている現状を問題視し、それを改めるために解決が必要な政治問題の総称である。 38度線の南側にある韓国と北側にある北朝鮮は国家の正当性をめぐって建国以来敵対関係にあるが朝鮮半島が分断されている現状を政治的に非正常な状況と認識し朝鮮半島が一つの国家の姿勢下に統一されることを最終目標としている点では一致しているそのため朝鮮の南北統一は朝鮮のナショナリズム及び 朝鮮人の民族的アイデンティティという点で非常に重要な位置を占め、しばしば竹島の領土問題と同列に扱われる。詳細は朝鮮半島分断を参照詳細は連合軍軍勢紀を参照連合国の動き、編集1945年12月のモスクワ三国外相会議で発表された朝鮮の新宅統治に対し反対の意思を表明した。 反拓派朝鮮人の自人行動。第二次世界大戦中の1943年11月に開催されたカイロ会談にて連合国を構成していたアメリカ、イギリス、中華民国の首脳は日本の統治下にあった朝鮮を戦後に解放することで合意した。ついで、1945年2月のヤルタ会談にてアメリカ、イギリス、ソ連の首脳は戦後の朝鮮を アメリカ、イギリス、中華民国、ソ連の4カ国による新宅統治下に置くことで非公式に合意したが、統治のための実務的な取り決めはなされなかった。1945年8月8日のソ連対日、戦線布告後、ソ連軍の一部は8月13日に朝鮮北東部の有機軍、ラナンに上陸した。そのため、ソ連の朝鮮進出を懸念したアメリカは、イギリス、 中華民国、ソ連に対し、日本の降伏後の朝鮮で、北緯38度線を境に南側を、アメリカ軍が北側を、ソ連軍がそれぞれ占領する案を8月14日に伝え、日本のポツダム宣言受諾直後に了承を得た。それを受け、ソ連軍は8月24日に平壌まで進駐。一方のアメリカ軍は9月8日に、新川へ上陸し、それぞれ軍勢を開始した。 この時点では北緯38度線での朝鮮分断はあくまで占領統治上の都合でしかなく連合国に朝鮮を分断国家化する意図はなかった。軍政開始後の1945年12月にアメリカ、イギリス、ソ連はモスクワ三国外相会議を開催し朝鮮を最長5年間の新宅統治を実施することと、だがこの協定が 朝鮮半島に不正確な形で伝わると、分断下の南北両朝鮮で、新宅統治に賛成した、金日清、両雲協等の左派と新宅統治に反対した李正万、李昌番、金九等の右派がそれぞれ南北朝鮮で構想を繰り広げ、その後の南北分断の一要因となった、モスクワ三国外相会議を受け、 米ソ両国は1946年3月から1947年10月にかけて米ソ共同委員会を開催した。だが、米ソ共同委員会はこの収集に失敗し、1948年1月に派遣された国際連合の現地調査団の入国をソ連軍政が拒否したため、国連は1948年2月に 南朝鮮のみでの総選挙実施を決定した。この決定は、新政府の統治が南朝鮮のみに限定され、朝鮮の南北分断が固定化されることを意味していたため、北朝鮮の北朝鮮人民委員会だけでなく、反対派の中で南北統一政府自立にこだわる緊急や金、軽食ら一部民族主義者からも反対の意見が出た。しかし、5月10日に、 単独総選挙は実施され、選挙で選ばれた国会は、大韓民国憲法の制定と、李承万の大統領選出を行い、1948年8月15日に、南朝鮮は大韓民国として独立した。他方、北朝鮮では7月10日に、朝鮮民主主義人民共和国憲法が制定、1948年9月9日に、朝鮮人の動き、 編集日本の降伏による、朝鮮解放後、中華民国やソ連、アメリカ合衆国などから、左翼の共産主義者である、金日清、僕はじめう、宝古山、武帝や、右翼の民族主義者である、李昌晩、金畿、中道派の慶畿職ら朝鮮半島外で、抗日運動を行っていた朝鮮独立運動家が、朝鮮に帰還し、日本統治時代の朝鮮にて、 民族運動を担っていた、牧権英、ロウン教、総番職らと連合国軍軍政下の南北朝鮮で来たるべき朝鮮独立に向けての主導権争いを繰り広げた。日本降伏後に樹立された朝鮮、建国準備委員会は、ソ連軍政下の北部ではソビエト民政庁の間接統治に利用され、アメリカ軍政下の南部では解体されて在朝鮮、アメリカ陸軍司令部軍政庁による、 直接統治が敷かれた。かくして、朝鮮半島には、朝鮮民族の分断国家が南北に並存し、朝鮮全土が統一した状態での独立はならなかったのである。1948年の朝鮮分断後、北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国の金日聖首相は、国土管制を、南朝鮮、大韓民国の李正万大統領は、北進統一を人々に訴え、 政治体制の異なる南北両政府は互いに互いを平等することによる朝鮮統一を主張した。1950年6月25日に北朝鮮は朝鮮統一を目指して朝鮮戦争を引き起こし、6月28日に朝鮮人民軍は大韓民国の首都ソウルを攻略、9月まで怒涛の南進を続け、李正万政権を臨時首都富山にまで追い詰めたものの、 国連軍司令官のダグラス・マッカーサー・ゲンスイが、新川上陸作戦を実施し、ソウルを奪還すると形勢は逆転し、李正万は9月29日にソウルに戦とした。その後、ソ連と中華人民共和国を中心とする共産圏の介入を危惧する立場から朝鮮戦争開戦前の南北の国境だった38度線を北上するか38度線で停止した後に、 政治決着を図るかが国連軍やアメリカ国内で問題になったものの大韓民国の李正万大統領は北進統一を果たすために定位地検参謀総長に大韓民国国軍の38度線突破を命じこの韓国による独断突破をマッカーサーが追認する形で38度線北上が進んだアメリカ軍と韓国軍を中心とする 国連軍は10月11日に元山を攻略10月19日に平壌に入場10月26日に林と三沢大佐指揮下の大韓民国陸軍第6師団第7連隊は蘇山を攻略しついに中朝国境の応力港にまで到達した1953年7月27日の朝鮮戦争休戦協定に署名する国連軍と 中朝連合軍の代表、北朝鮮側は何日大将が署名したものの、北新統一を誇示した李承万の移行のため、韓国の要人はこの急戦協定に署名しなかった。しかしながら、韓国軍とアメリカ軍による朝鮮半島での激戦は、中国国民党の小解石総統を率いる中華民国政府が逃れた台湾占領を、 中華人民共和国の毛沢東主席と、周恩来総理に延期させ、中国は1950年10月15日に朝鮮半島への直接介入を決断した。法徳会司令官率いる26万人の人民解放軍は、志願兵として10月19日に朝鮮入りし、10月25日に国連軍と衝突した。他守る国、 神尾園長の標語のもとで派遣された、この中国人民志願軍は、人海戦術によって、国連軍を撃破し、12月5日に、国連軍は、平壌から撤退、中朝連合軍はさらに、朝鮮半島の南下を続け38度線を越えた、あと、翌1951年1月4日に、ソウルを再攻略した。その後、補給線が伸びきり息き切れした。 中朝連合軍に対し反撃を観行した国連軍は1951年3月14日にソウルを再び奪回したものの戦況は38度線付近で韓国の参加する国連軍と北朝鮮の参加する中朝連合軍が硬着状態となった1953年3月5日のソ連のスターリン議長の死を契機に休戦への動きが進み 韓国の李承晩大統領が休戦への署名を拒んだために大韓民国国軍代表の蔡徳新少将が署名しないまま1953年7月27日に中朝連合軍代表の何日と国連軍主席代表ヘリソンによって朝鮮、戦争休戦協定が署名された1953年7月27日の朝鮮戦争休戦によって朝鮮は 軍事境界線による分断と対立が固定されることとなった。大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国は両政府ともに未だに平和条約を締結していない。朝鮮民主主義人民共和国政府は大韓民国政府を南朝鮮と呼んでいる。別称として用いる場合は南朝鮮傀来との呼称が米帝の傀来国家だと北朝鮮がみなしている。 大韓民国を指す言葉として用いられることがある。大韓民国側は、朝鮮民主主義人民共和国を北韓もっと省略して北と呼んでいる。1972年の南北共同声明以前は、朝鮮民主主義人民共和国を朝鮮の北にあるソビエト連邦や中共政権の傀儡政権という意味の北海と呼んでいた。分断直後、 南北朝鮮はいずれも単一国家の樹立による統一を目指していた。その後、右与曲折を経て6.15南北共同宣言の発表後は、連邦国家の樹立が統一の基本方針となっている。連合軍軍政期には、南朝鮮で統一政府樹立に向けた左右合作運動が展開されたほか、南朝鮮単独政府の樹立直前に、 北朝鮮で南北連席会議が催された。だが、いずれの試みも統一に向けた具体的な成果を出せず、朝鮮の分断国家化を止めることができなかった。朝鮮民主主義人民共和国は、1950年6月25日に朝鮮戦争を開始して、軍事的に統一を目指した過去があるため、その思考性は完全には捨てていないと考えられるが、1980年代からの 長期経済衰退により、それを可能とする国力は乏しい。また、独裁国家のため情報も乏しく、具体的な動きは定かではない。これまでに、幾度となく、朝鮮民主主義人民共和国から大韓民国に対して、対岸工作が行われ、また、南進トンネルが大韓民国国内で発見されている。国土完成。 編集1948年9月9日の朝鮮民主主義人民共和国建国の翌9月10日に金日聖首相は最高人民会議の演説にて国土感染を訴え、その後朝鮮統一のために朝鮮民主主義人民共和国の政治基盤と軍事力を増強した。連邦制統一案編集1960年4月の4月革命によって、 大韓民国の李正万大統領が退陣した後、朝鮮民主主義人民共和国の金日清首相は1960年8月14日に、初の朝鮮半島平和統一案として、連邦制統一案を提案、南北両政府代表による最高民族委員会の樹立を提唱したものの、翌1961年の5.16、軍事クーデターで、北政紀少将が実権を握ったため、 この提案は流れてしまった。南北共同声明、編集詳細は南北共同声明を参照後来、民主連邦共和国、編集詳細は後来民主連邦共和国を参照1979年の僕、正規暗殺事件後、大韓民国ではソウルの春と呼ばれる民主化ムードが高まったものの、翌1980年に5.17、 非常会厳令拡大措置で、軍人出身の前都官が実権を掌握したため、同1980年10月10日に、近日政主席は、政治体制の違う南北両政府の武力に頼らない、統一方法として、連邦制による統一を目指す後来、民主連邦共和国を提唱したが、大韓民国は受け入れなかった。南北基本合意書、編集詳細は、南北基本合意書 参照核実験場廃棄宣言、編集北朝鮮は朝鮮労働党の中央委員会総会を開き、核実験や大陸間弾道ミサイルの発射実験を中止し、北東部にある豊か経済との核実験場を廃棄すると決定した。南北首脳会談や米朝首脳会談を前に、中央委総会は、金正恩党委員長出席の下で、経済建設と、 核戦力建設の平身路線の偉大な勝利を宣言することについてと題した決定書を満場一致で採択した。北進統一、編集詳細は北進統一を参照大韓民国の李正番大統領は1948年8月15日の大韓民国建国後、武力行使を模試屋に入れた北進統一を訴えたが、アメリカ合衆国は李正番政権が 北進統一を実行することを危惧し、兵器を与えなかったため、政治的に混乱する大韓民国では、北進統一はスローガン以上のものとはならなかった。南北共同声明、編集詳細は、南北共同声明を、参照南北基本合意書、編集詳細は、南北基本合意書を、参照対応政策、編集詳細は、対応政策を、 参照1998年2月25日から2008年2月24日までの間、近代中政権とロボ原政権によって実施された大北朝鮮優和政策である太陽政策が実施され、2000年6月に開催された南北首脳会談によって近代中大統領と近正日国防委員長の間で6.15南北共同宣言が締結された。 以後、カンボンドの混合山に、混合山観光地区が、海上市の郊外に海上工業地区が設置され、離散家族再開事業が実施されるなど、南北間の交流が進められた。太陽政策支持者は、アメリカ合衆国と大韓民国による朝鮮民主主義人民共和国への制裁や脅迫が、統一の展望を改善するどころか、悪影響を与えたと主張している。 強行政策、編集対応政策の批判者は、北朝鮮との対話や貿易が平和的な朝鮮統一の展望を改善することに寄与していないと主張し、対応政策は、非民主的で全体主義的な北朝鮮政府の体制強化を助長していると主張している。大韓民国には1948年8月15日の建国以来、李承晩初代大統領が構想していた。 北進統一論が存在し、北朝鮮に対して北派工作員が派遣されていた。反問点宣言。編集詳細は、反問点宣言を参照両国は建国以来、朝鮮の正当な国家としての立場をめぐり、敵対的な関係が続き、上記のように、朝鮮戦争で朝鮮半島の分断固定化は、決定的となった。その後も小規模な軍事衝突が、 たびたび発生するなど長期間にわたり、緊張状態が続いているが、韓国、近代中政権以降の北朝鮮融和政策、いわゆる対応政策の推進により、初の南北首脳会談が実現するなど、緊張状態はやや緩和した。しかし、一方では、北朝鮮の核開発問題や韓国人、拉致問題など、未解決の問題が山積しており、最近では、 対応政策の見直しが叫ばれるなど、統一の見通しが全く立っていないばかりか、統一自体がもはや不可能な状況になっている。その一方で、2000年のシドニーオリンピック、2004年のアテネオリンピック、2006年の冬季トリノオリンピック、2002年アジア競技大会、2003年アジア冬季競技大会、2006年アジア競技大会の開会式では、 両国の選手団は統一更新を行うなど、スポーツの分野では統一の機運は比較的高く、2008年に中国で行われた北京オリンピックでは、真に統一された選手団として出場させる計画もあったが、実現せず、更新も別々で行われた。また、1991年に日本の千葉県で行われた卓球の世界選手権、同年にポルトガルで行われた。 FIFA U-20 ワールドユース大会では両国は統一選手団として出場している。2015年1月1日、金正恩は南北対話を望む趣旨の発言を行った。2018年に韓国で行われたピョンチャン東京オリンピックには北朝鮮も参加、特に女子アイスホッケーでは南北合同チームが結成された。朝鮮半島の分断にはな要因があるが、 1948年8月13日の李承晩による大韓民国の建国宣言とそれに伴う同1948年9月9日の金日清による朝鮮民主主義人民共和国の建国宣言がその中でも最も大きな要因と考えられている。しかし韓国の中央日報が2005年9月に伝えた報道によると 朝鮮半島分断の責任はどこの国にあるかというアンケートにおいてアメリカ53%日本15.8%ロシア13.7%中国8.8%という結果になっているこのように統一に要する負担をアメリカ日本ロシア中国に求める意見も少なくないまた下記のような経済的な負担が考えられることから 表向きは、統一を願いつつも、実際には、現在の分断状態を維持した方が良いと考える、層や韓国国外への脱出を図る層も存在する。北朝鮮の世界的な孤立状況と南北の経済格差、韓国の資本主義と北朝鮮の共産主義が全く、正反対にあることから、現実的に統一は無理なのではないかとする声もある。また、 韓国では一部の人が統一白木時代から朝鮮民族は言語や伝統、歴史を共有してきたが朝鮮戦争後の社会体制の違いから南北の人間はもうすでに別民族とする考えも起こってきている。大韓民国のニューライトなどは統一問題には冷淡であり北朝鮮が崩壊したら周辺諸国が共同管理すればよいと主張する。韓国で 大学修学能力試験を終えた高校生を対象に統一問題や安全保障問題について講義や講演を行っている。ある脱北者によると受講生は講義中の死後やスマホいじりが多く、時には大声で通話することもあるなど、学級崩壊、授業崩壊がひどく、教師も全く注意しないほか、中には北朝鮮の悪い点を あまり強調しないで欲しいと求める教師もいるという。そして生徒に私はこの韓国が嫌いです。北朝鮮に行くことはできませんか統一が実現すれば北朝鮮の核兵器も韓国のものになるのだからなぜこれをなくそうとするのかなどと質問されたことがあるといい。韓国の学校では北朝鮮について一体どのように教えているのか。韓国の高校生は 北朝鮮の実情についてあまりにも無知で、また安全保障という概念さえ持ち合わせていないと、韓国の教育現場を批判している。北朝鮮については、言論の自由がない情報統制国家ゆえに、国民の統一に関する意識が、どの程度なのかは定かではない。統一に要する費用については、アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルが報じたところ、世界銀行などの試算によると、 約2兆ドル3兆ドルとも言われており、これは韓国の GDP の約3倍にも相当する。現在、韓国と北朝鮮との経済格差はおおよそ15、1と換算されており、統一が実現した場合には国力にまっさる韓国が、その大部分を負担し、北朝鮮へのインフラ整備や食料支援をはじめとした総合的な援助を長期的に行う必要があるとされる。 そのような巨大な負担を韓国が担うことができるかという点については大いに疑問視されており、負担の一部を国際社会からの援助で賄うことができたとしても、韓国がその負担に耐えきれず、朝鮮半島の経済が崩壊してしまうのではないかとも危惧されている。GDP ランキング86位の北朝鮮と15位の韓国とは経済力に差がありすぎるため、 1997年の香港返還の際に香港市民がイギリスから中華人民共和国への主権移管に反対したように大韓民国国民が反対する可能性がある。なお、過去に日本が朝鮮半島を併合した時も同様で、日本は巨額の税金を朝鮮半島のインフラストラクチャー整備などに投入し続け、 半島経営についての収支は常に赤字であったとされている。また、1990年の東西ドイツ統一の場合も経済格差は西ドイツ3、東ドイツ1であったと言われており、統一後のドイツ連邦共和国における長期にわたる不況や現在も存在する旧東ドイツ領域との経済格差による問題などが大きな国内問題となった。しかし、一方で、 1989年のベルリンの壁崩壊によって人民民主主義体制であった東ヨーロッパの諸社会主義国の自由民主主義化が進み、それが1991年12月のソビエト連邦の崩壊に結びつき、ヨーロッパ及び世界に平和の配当をもたらしたことも事実である。北朝鮮の民主化と韓国による統一がこの地域の軍事緊張を低下させるのであれば、それは 周辺諸国にとっても経済的にも安全保障的にもプラスとなる。このように長期的には東アジアの民主化の進行はこの地域に恩恵をもたらすことは否定できない。その意味で慎重かつ着実な統一の前進を求める声も根強い。大韓民国は1987年の民主化宣言以後資本主義体制の自由民主主義国家であり北朝鮮は 共産主義から主体思想に移行した独裁国家であるが統一した場合の国家体制については全く不透明な状態となっている。このような全く正反対とも言える体制の分断国家同士が統一した例としては南北ベトナムの統一、南北イエメンの統一、東西ドイツの再統一が挙げられる。共産主義国家に吸収されたベトナムでは家境、地主層、 資本家などを含む大量の難民が発生し、資本主義国家に吸収されたドイツでは難民は発生しなかったものの統一後の社会インフラストラクチャーの整備などで巨額のコストと失業などが発生し、北イエメン主導で統一が達成されたイエメンでは、旧南イエメン勢力が分離独立を求め、1994年にイエメン内戦が勃発している。朝鮮半島。 周辺諸国及び世界にも混乱をもたらす大量の難民を出さないために現実的に考えられるのは韓国による北朝鮮の緩やかな併合と思われるがその過程において北朝鮮の国民が資本主義や民主主義を理解し受け入れることができるかまたそのための教育や努力を韓国が成し得るかについても相当の困難が予想され実現には かなりの長期間が必要であると考えられる。また、資本主義体制の香港及びマカオが、社会主義体制の中華人民共和国に返還された際には一国二制度が採用されたが、同じように、朝鮮半島も片方による九州統一を行わずに一国二制度のような形式を取る可能性もあり、北朝鮮は連邦制、韓国は緩やかな連合制を主張している。 統一後は、元韓国領地域へ大量に流入すると思われる北朝鮮地域からの住民の移動により、治安の悪化や都市のスラム化が進むと考えられている。また、このような問題に橋を発する差別や排斥運動なども懸念される。また、現在も存在する北朝鮮の情報工作員や過激な民族主義者が統一後の韓国を混乱させるのではないかということも危惧される。 この混乱が半島内に収まらず、日本や中国などの近隣諸国へも悪影響を及ぼす可能性も懸念される。一方で、このまま北朝鮮が存続しても不安定な軍事独裁国家として周辺諸国の脅威となり、また脱北者と呼ばれる難民を生み出し続けることとなる。特に陸続きの中国では、今でも大量の脱北者が存在するとされている。したがって、 一時的な負担は大きくても、統一による平和の配当が期待できるという見方もある。中華人民共和国は、北東アジア最大の鉄鉱石埋蔵量を誇る、北朝鮮の茂山鉱山の50年間の採掘権を獲得し、またら都港の50年間の使用権を獲得するなど、北朝鮮の経済的利権を囲い込んでいる。そのため、南北統一が実現すれば、 中国の巨大な北朝鮮の経済権益を喪失しかねない。また、北朝鮮が崩壊すれば、大量の難民が中国に流入し、中国の社会秩序さえ不安定化するため、重村敏光や磯木安人の二人も北朝鮮が崩壊、内戦、クーデター等の混乱状態に陥れば、中国が北朝鮮に軍事介入する可能性を指摘している。また、 大韓民国主導で南北統一が実現すれば中華人民共和国はアメリカ合衆国と同盟関係にあり在韓米軍基地の存在する国家と国境を接することになる。したがって中華人民共和国は安全保障の観点から北朝鮮の存続を望んでいると考えられている。南北対立南北は平大官民国朝鮮民主主義人民共和国その他。 ありがとうございます。